エリック・デインはアメリカ合衆国の俳優。エリック・デーンと表記されることも多い。カリフォルニア州サンフランシスコにて生まれる。ハイスクール時代に学校の劇でアーサー・ミラーのみんな我が子の舞台に立ち俳優を志すようになる。その後ロサンゼルスに移りドラマセーブ・ドバイザー・ベルの早くで俳優デビュー。その後いくつかのドラマに早くで出演した。 2000年にドラマキデオンエスクロッシングに準レギュラーで出演。2003年からチャームド魔女3姉妹の第5、6シーズンにアリッサ・ミラの演じるフィービーと交際する富豪のジェイソン・ディーニ役でゲスト出演。2005年にはグレーズ・アナトミー・コイの解剖学の第2シーズン18話に形成外科医マークスローニ役でゲスト出演。第3シーズンより レギュラー出演している。2006年には映画 X ・メンファイナルディシジョンにマルチプルマン役で出演した。2014年からテレビドラマザ・ラストシップにトム・チャンドラー艦長役として出演している。2001年にララ・フリンボイルと短い間交際していた。2004年10月にレベッカ・ゲイハートと結婚した。二人の間には娘が二人いる。 2018年2月16日、二人は離婚届を出した。俳優のバルサザール・ゲティとは親友である。2008年2月、皮膚がんであるとの報道がされたが、後に本人自ら否定した。2011年には、鎮痛剤への依存を治療するためリハビリ施設に入所した。2017年4月、デイのうつ病治療のため、 ザラストシップの撮影が中断された。グレーズアナトミーのエリックデインに、第二子誕生。シネマトゥデー。http://www.cinematoday.jp スラッシュページスラッシュ N00382102013 年5月25日閲覧ハミル、サラ、イッツ。 エイガールフォーレベッカ・ゲーハルトアンドエリック・デーンベイビーズエリック・デーンレベッカ・ゲーハルトピープル2012年1月26日閲覧レベッカ・ゲーハルトエリック・デーンコール・イット・クイッツ・アフター14イヤーズ・オブ・マリッジ https www. ユージ・ト・デー・ドット・コムストーリーライフピープル2018レイニー6 レベッカ・ゲイハルト・ファイルズ・ディボース・ハズバンド、エリック・デーン・アフターマイナス -14 ニアーズ・マリッジ、3億4760万1000 2018年2月17日、閲覧。グレーズ・デーンに、がんの疑い、第二子の妊娠を発表したばかりのエリック・デイン、薬物依存で、リハビリ施設に入所。シネマ・トゥデー。 http://www.cinematoday.jp スラッシュページスラッシュ n00339552013 年5月25日閲覧ミニストリーオブゴシップロサンゼルスタイムズ http ラテムズブログズラタイムズ .com ゴシップ2011-07エリックデーンリハブプリスクリプションドラッグス グレーズ・アナトミー・ HTML ザラスト・シップ・オン・プロダクション・ハイエイタス・アズ・エリック・デーン・バトルズ・デプレッションバラエティ2017年5月24日閲覧ありがとうございます